どうも、哲学徒です。今回は、えー、シーズン23のまとめということで、えーまあ、ディアブロー3シーズン23どんな感じだったのかってことをね、ちょっと一回話しておきたいなと思って動画を回してます。まあ、今回のシーズンね、まあ、一番大きな変更点として、銃、まあ、者の、ね、装備枠がかなり、えー、増えてで、こういったね発散という効果で、まあ、プレイヤーキャラクターにね、 えー、従者の装備の効果が、えー、反映されるっていうのが追加されていると。で、まあ、かなりこの発散効果が強くて、まあ、特にね、この、時の方向で投門の時間が2倍にできたりとか、宿敵のワンコをつけられたりとかっていうのがあるので、まあ、ここら辺かなり、あのー、GR のプッシュとかもね、ソロでやりやすくなったんじゃないかなっていうところがありますね。で、 あのー、まあ、賢者のセットとかね、ケイセット使うと、死の遠い場倍にできたり、あと、ま、絡石もドロップ数増やしたりできますので、まあ、ここら辺も含めると、かなりね、ソロでのプレイが、まあ、えー、楽になったっていう印象がありますね。で、もう一つ、まあ、キャラクターのセット面で言うと、えー、まあ、ネクロマンサーのね、えっ、ー、と、ラズマセットのね、強化なんかもあったんですけど、まあ、やっぱりね、えー、私今回、 えー、500時間、えー。まあ、ほぼね、えー、仕事の時間以外は全てディアボロ3にこの1ヶ月半、えー、4月3日から、えー、今の6月18日まで費やしてきたんですけど、あのー、まあ、どハマりしたというか、あのー、まあ、普通に揃えるだけでも本当に100回普通に楽に超えられちゃうような装備で、えー、まあ、かなり超強化が、まあ、されたっていう感じだった。 けどまあ、火の通りね、とにかく、えーまあ、防御力も高くて、まあ、死にづらい。そして、えっ、ー、と、ディスインテグレート貯めると、こう、無限にね、えー、テレポートができるっていう、まあ、足の速さ。そして、まあ、火力の高さっていうことで、まあ、GR150 これいけるなと思ったのが、まあ、 幸運だったのか、運の月だったのかわかんないですけど、まあなんとか GR150 までクリアしたいなーっていうことが、まあモチベーションの一つになって。で、まあパラゴンレベルも私普通は、のシーズンは、まあ1400とかね、1600とか、まあシーズンジャーニーのペット取るところまでは頑張るんだけど、ペット取った後守護者取ったら終わりなんだけど、まあ今回は楽にのコ取ってから、もうまあかなりプレイして、 まあ、これは時間。まあ、結局、課長のビルドが、まあ、肌に合うか合わないかで、結構今回のシーズンの評価って分かれてくると思うんですね。あの、今回シーズンバフ、まあ、特別なシーズンバフがあって、まあ、ノーシーズンだとできないような強化っていうのがあったりとかするんですけど、まあ、そういうのがなかった。 で、まあ特にその報酬の、えー、ボーナスっていうのも、まあそうですね、最後の1ヶ月かかるかなと思ったんですけど、まあこの分だとちょっとそういうバフもかからなそうなんで、の、何もバフがなかった分、まあ課長の状況化っていう印象がすごく強かったシーズンかなと思います。では結構ね、あのー、まあ火の通り、まあパーティープレイで4人で回したりすると、まあ結構重くなりがちだったりとか、 まあ、あとその、ツイスターがね、逃げがちで、シーズン22でデルセアやってた人なんかに比べるからすると、ちょっと、なんか、全体的なバランスが悪いんじゃないかって思う人も、まあ、いたみたいで、そこは賛否両論あるんですけど、まあ、私はやっぱりソロでね、GR150 クリアするって、まあ、ディアブロ3、私最初パ、PC 版のパッケージ買って、まあ、もう10年近くね、プレイしてきて、まあ、 GR 自体がまあ実装されて150まで拡張された時なんかも、あのー、システム的にね、GR150 っていうのがあることはわかるけど、まあそういうところをクリアするのっていう、まあなんかそう、アイテムいじっちゃってるチーターとか、まあそういう方々の世界で、まあシステム上存在するけど、 えー、まあ普通にノーマルに育ててていけるところじゃないのかなっていう気持ちがあったんですけど、まあ結構シーズン22でね、他のフレンドさんが GR150 クリアできましたとかって話も、えー、聞いてて、GR150 ってどんな世界なんだろうってかなり興味はあった、えー。だけどまあ、まあそこまでいかなくても、まあ自分なりのね、GR 講師ができればいいかなぐらいの感じでプレイしてたんですけど、まあ今回は、 ま、火の鳥のセット、特にやっぱり最初、報酬クエストを、えー、鬼のように回して、えー、まあ、プライマルで装備が揃ったってこともあって、あのー、まあ、ここまで来たんだったらやっぱり GR150 やりたいなっていう気持ちであの、えー、配信タイトル、GR150 を目指す配信っていうのを始めたんですけど、まあ、思った以上に道のりが長くて、まあ、最初レベル3000もあればクリアできるかなと思ってたのに、 えー、気づいたらもう3800ということで、まあ、まあ、なんか、そんなレベル上げしてる人ってどんな生活を送ってるんだろうと思ってましたが、まあ実際やってみたら結構楽しいこともあったし、えー、辛い部分も結構あったかなと思います。で、まあ GR のプッシュに関してはあんまりね、配信中は、えー、なんとかコンめメでやらなかったんですけど、まあその理由の一つとしてやっぱり GR150 クリアを目指すと結構、 えー、まあ、ギリギリクリアできなくて、えー、なんていうか会場が高ぶってる時もあるし、なんかブリザード批判に傾いちゃったりとかね、そういうところもあるから、あんまりその配信でやるのも良くないかなと思って、まあ配信で基本的にレベル上げを中心にやってきたんですけども、だぁほ皆さんのおかげでね、150もクリアできて、で、まあ いよいよね、シーズン24の PTR の方も始まりましたので、まあ、シーズン24楽しみだなっていうところと、あとね、えー、ディアブロ2の、えー、リザレクションのね、発売日も決まったということでね、イモータルリザレクションと4を待つまでのコンテンツはまだまだあるかなと思いますので、まあ、楽しんでいきたいなっていうところですね。なので、シーズン23、本当にね、えー、まあ、獣の強化、えー、これはもうこれからのシーズン全部、 適用されるということなんで、まあそこ結構嬉しかったし、まあ火の通りね、えー、まあ長期をかきて、まあいつナーフが来るかわからないですけど、まあシーズン24はね、ナーフが来ないということなんで、えー、まあ24で、まあ今まで育てなってなかったけど育て,てみたいって方はね、ぜひね、過去の動画も見ていただけたらなと思ってます。 で、従者に関して一点だけ言っとくと、あの、銃舎の装備はね、全部ロストするっていうパグは未だに健在ですので、その点だけは注意が必要かなと思います。なのでね、基本的にまあネットワーク設定は、あの、ローカル限定とかに普通、普段はしといて、まあ、パーティーでやるとき、自分がホスト役になるときは従者をね、街に帰還させるっていうボタンで、あらかじめ住所を帰還させておくと、ロストしづらくなるかなと思います。 まあ、銃車バグはほんとね、直してほしいけど、まあ今、この、従者の強化のタイミングで直ってないってことは、なかなか難しいバグなのかな、とも思いますので、まあ注意してやるしかないな、っていうとこがあるんですけども、まあね、シーズン23。おそらくね、7月、まあ、中ぐらいには終わるんじゃないかな、っていう感じはするんですけども、まあぜひ最後までね、お互い頑張ってやっていきたいなと思いますので、えー、よろしくお願いします。またね、<laughs> こういった小話的な動画も上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。